こんにちは、岩間よい子です。前に動画でも出したんですけど、 iPhone で新しい iOS11 が使えるようになりましたよね。ただ iOS11 にしてから不具合がありまして、この電卓なんですけど 1+2+3 はってやると24になっちゃうんですよ。 iPhone で iOS11 の人はちょっとやってみてほしいんですけど、これでは困りますよね。このバグが結構ネットでもニュースになってたりとかして、やっぱり 1+2+3 ってみんながよく使う計算式だけに、これができないとなると困りますよね。よい子もよく仕事で 1+2+3 計算しなきゃいけない時とかあるんで、まあ、ちょっとこれでは困るなって思いますね。こういう風に新しい iOS にアップデートしたばかりの時は不具合が起こりやすいそうなんですよ。今このよい子の iPhone SE は 11.0.3 なんですけど、 iOS10 から11になったじゃないですか。この1の位が大きくなるっていうのはメジャーアップデートといって、いろんな機能が大幅に新しくなる。でも不具合が起こりやすい。 0.何 っていう細かいアップデートをして不具合を修正していくっていうことなんですね。これ0.3 なので今3回修正したってことですよね。で、昨日11月1日に iOS11.1 が出ました。これ .1 ってことは、まあ 0. 何とかよりもまあまあなアップデートってことですよね。なので早速こちらの iPhone 8で 11.1 にアップデートしました。これはさすがにまあまあなアップデートなので、この電卓の不具合もちゃんと修正されてると思います。で、やってみると 1+2+3 で治ってない、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 ということで今日は iOS11 のバグをご紹介しました。ちなみにこの 11.1 で新しい絵文字も追加されたそうです。どれが新しいのかはそんなあれだけどっていうので、可愛いっていうものが追加されました。で、この電卓は 11.2 で修正されるとさっき見たらニュースに出てました。まあそれまではちょっと 1+2+3 やりたい時は不便な思いするかもしれないですね。また何かありましたらコメントください。この動画をいいと思っていただけましたら高評価、チャンネル登録お願いします。それではありがとうございました。